ひょっとこチャンネルへようこそ。当チャンネルでは私の好きな作家、作品について紹介します。今回は日本を代表するホラー漫画家伊藤潤二さんを取り上げます。参考文献はこちらです。本シリーズでは伊藤潤二さんが漫画家になる経緯、作品の特徴、他の作品に与えた影響などを紹介します。本動画はシリーズの1本目となります。内容はこちらです。それでは本編に入ります。伊藤潤二さんはどのような経緯で漫画家になったのでしょうか。まずはプロフィールです。伊藤潤二さんは別名ホラー漫画界の貴公子と呼ばれています。参考文献の伊藤潤二研究の寄稿の中でも伊藤さんをイケメンと評する方がいました。さて次は漫画家になるまでの流れです。伊藤潤二さんは高校卒業後専門学校に行き、その後歯科技工士になりました。しかし歯科技工士の仕事が忙しく、体調を崩したため漫画家を志すようになったそうです。あと参考文献の怪奇漫画道に書かれていた私の好きなエピソードを紹介します。梅津和夫賞に応募した理由は歯科技工士を辞めて漫画家になりたいというのもあったのですが、一番の理由は梅津先生に自分の作品を読んでもらいたいからだったそうです。ものすごい純粋ですね。子どもの頃から憧れていた作家の賞がきっかけでプロデビュー、そしてその富江が代表作に。かっこいいですね。さて先ほど世界で活躍する日本を代表するなんてことを言いましたが、実際どのような活躍をしているのでしょうか。まず海外での認知度を見てみましょう。伊藤潤二さんは2015年にアングレーム国際漫画祭に招待されました。この賞は漫画界におけるカンヌと言われているそうです。私はこの表現安っぽいですし、元ネタを侮辱しているみたいで好きじゃないのですが、次は台湾、中国での展覧会です。アジア圏では伊藤潤二さんの認知度が高かったそうです。台湾では水木しげるさんも人気ありますし、日本的なホラーが好まれるのかもしれません。インスタなどを検索すると分かりますが、台湾、中国では伊藤漫画のキャラのコスプレをする方もいます。もはや特殊メイクに近いですが、次は受賞歴を見ていきましょう。アメリカのアイズナー賞を複数回受賞しています。こちらは漫画界のアカデミー賞と言われています。また私の嫌いな言い回しが出てきましたね。2023年はネットフリックスでアニメ伊藤潤二マニアックが配信されますが、リング、呪怨のように富江もハリウッドリメイクされる日が来るのでしょうか。さて伊藤潤二さんはどのような作家に影響を受けてきたのでしょうか。インタビューなどで明言されている作家をまとめてみました。梅津さん、古賀さん、日野さんはホラー漫画というより怪奇漫画という方がしっくりきますね。伊藤潤二さんは現在における怪奇漫画のケチ脈の継承者という感じがします。梅津さんからの絵柄の影響は分かりやすいですね。次に諸星さんに関してですが、あの年代の漫画家はほぼ全員諸星さんの作品に触れているとも思います。私もとても好きな作家です。このチャンネルでも諸星さんの紹介をする予定で、現在記事を執筆中です。あと意外だったのは大友克洋さんですね。影の描き方など影響を受けています。伊藤潤二さんの特に初期の絵が分かりやすいです。暗い色をスクリーントーンではなく斜線の描き込みで表現するというのが大友さんの影響らしいです。
次は筒井康隆さんに関してですが、伊藤潤二さんは高校生の頃、筒井さんの小説を読んでいたそうです。これは妙に納得できました。筒井さんの短編集は奇想天外な設定、荒唐無稽な展開、ドタバタギャグが満載です。伊藤潤二さんの作風もそこから影響されているんでしょうね。そこで思ったのですが、伊藤潤二さんが筒井さんの作品を漫画化したら面白そうです。短編をやっても面白そうですし、パプリカを漫画化したら凄まじいものになりそうです。伊藤潤二さんは長いキャリアの中で様々な作家に影響を与えています。こちらは、本動画が参考にしている伊藤潤二研究の表紙です。オープニングでは諸星大二郎さん、ギレルモ・デルトロ監督のコメントを引用させていただきました。全員は紹介しきれませんが、多くの有名作家が寄稿されています。さて、ここからは伊藤作品が他の作品にどのように影響を与えたのかを紹介します。漫画が3作品、ゲーム、映画が1本です。漫画は偶然にも、すべて週刊少年ジャンプの作品となりました。まずは荒木裕彦さんの代表作、ジョジョの奇妙な冒険、から。人間がカタツムリに変身するという非常に気持ち悪いシーンです。ジョジョで渦巻きを見るとは、と驚きながら読みました。逆に、伊藤潤二さんの作品にジョジョと似ているシーンもあります。完全に私の持論なので、確証はありませんが。次は呪術廻戦。現在連載中の芥見ゲゲさんの作品です。伊藤潤二さんの絵を引用しているのは有名ですね。ご存知の方も多いと思います。この影響で呪術廻戦ファンが伊藤作品に触れたのなら嬉しいです。次に紹介するのは藤本タツキさんのチェンソーマンです。この魚を見てチェンソーマンが一気に好きになりました。こちらは足のいかついサメ。どちらも気持ち悪くてかっこいいですね。次は人が潰れるグロテスクなシーンです。このシーンは絵だけではなく、雰囲気も重要な要素です。チェンソーマンではその雰囲気も伊藤作品に似せています。静寂の中、脈絡なく、原因不明のままいきなり体が爆発する、緊張感があるシーンです。次はサイレン。2003年の和風ホラーゲームです。こちらは漫画の設定に影響を受けています。伊藤潤二さんの短編作品に、サイレンの村、というものがあります。設定を少し説明すると、ある寂れた村では夜ごとにサイレンが鳴る、その音を聞くと村人は不気味な儀式を始める、となります。また、ゲームの解説本に、伊藤潤二さんはサイレンの世界をテーマにした漫画を描いています。本動画の参考文献である、伊藤潤二研究にその漫画が載っています。かなり気持ち悪い短編です。あと、左から右に読んでいくという少し変わった作品です。最後は、呪詛。2022年のNetflixオリジナル映画です。呪詛は、様々なホラー映画の要素を取り込んだ映画でしたが、伊藤作品の印象的なシーンが本作で引用されていたように感じました。では、具体的にどのようなシーンだったのでしょうか。口の中に並んだ歯。缶の中のカエル、穴だらけの体、顔に開いた穴。呪詛をご覧になった方はピンときたのではないでしょうか。特に映画冒頭のシーン、口に並んだ歯はインパクト抜群でしたね。伊藤潤二紹介1本目は以上となります。当チャンネルでは伊藤潤二紹介シリーズと富江のストーリー紹介シリーズを公開しています。興味がありましたらご視聴をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。